こんにちは、おしろインスタグラマーの香織です。今日は私が応援大使を務める島根県津和野町からお送りいたします。イエーイ。これから津和野の魅力を紹介していきます。では行ってみましょう。レッツゴー。SL も通ってるんですけど、普段は JR の山口線がね、ワンマンで通ってるんですよ。なんか、リフトから本丸までの間って手すりないとこあるじゃん。いや、本当ですよ。私落ちるよ、多分。結構落ちますよ。変な振動なんだ。すごいスッキリした、あれやった。あ、へえ、聞いてる。っていうか、あれ絶対聞いてると思う、あのマッサージチェア。いくらなんだろう。欲しい。そんなに。道をミスって、同じ道を今2回歩いてしまっていますが、乙女峠に向けて進んでいきたいと思います。こんなとこ気づかないぞ。はぁ、あ。殉教史跡乙女峠にやってきました。こちらですね。長崎から3394人中153人のキリシタンの方々がこの津和野に流刑となってきました。ここ津和野に流されたキリシタンの人たちは5年間の間信仰を改めるようにと拷問にかけられました。殉教した安太郎のもとには毎晩マリア様がお話をされに来ていたそうです。この場所はもともと乙女峠という名前でしたが、この安太郎のもとにマリア様が現れたことによって、さらにふさわしい名称となりました。